その他質問。じゃあ、最前列の女性。久しぶりの宮地と申します。ちょっと事実関係の確認のところなんですけれども、17店舗というのが最初20数店舗という話があったと思うんですが、正規の中で、やられたそういう不当投票されたという方はいなかったというふうに考えているんですが、あと先ほどの例のスルーメーカーの例とかありましたけれども、それはそのあくまで正規の中でそういう行為があったことはなくて、すべて外の話だというふうに考えてよろしいでしょうか。じゃあこれは高島から。はい、そうですね、今申し上げた17店舗では正規外のところで、そのルールを、正規のところを当ててやってましたけども、先ほどご説明したように新たに、ルールを当ててみるとですね、正規外のところで、抽出された店舗であって、なおかつその元値をですね上げる根拠に、がなかった店舗様は17ということであります。ですから、正規のところは先ほどのスルメーカーの例はありますようにですね、我々のルールのもう一度徹底によって発見できたかもしれませんのであれなんですけども、今のところは正規外のところでの調査ということになります。先ほど申し上げましたように、我々が設定したルールには抵触していなかったということでございまして、ルールに準拠していたとしても、もともと長いこと、高い値段を設定していたり、あるいは市場価格を逸脱しているということも技術的には可能なわけですね。それを、今後は、人間の目であったり、またお問い合わせの窓口を作ることによって、しっかりと、管理をしていきたいという必要です。はい、その他質問。そしたら、真ん中の列の前から3番目は、男性。手を挙げて男性お願いします。ちょっとマイクを回します。少々お待ちください。はい、はい、お願いします。池重道西です。今のお話でね、価格ってすごく難しいと思うんですけど、寿司屋の時間みたいなもんだったりね、何十万のブランドバッグが、例えば100万円のブランドバッグが100万円である根拠って合ってないようなもんですよね。原価から積み上げるものではないので、そのどの価格が適正でどれ以上は不当に高いのかということを、誰がどう判断するのかと、これは非常に難しい問題であって、本来は売り手と買い手が納得すればそれで成立するというのが取引だと思うんですけど、そこがその逸脱しているというところは、そのどういう基準で、判断されるんですか。これは非常に2つあるんですね。明らかにおかしいですねっていう、ものと、例えば非常に高級ワインで値段が変わるものとか、今回もあった件はですね、やっぱりその 5% という非常に厳格なルールを適用すると、例えば為替の変動、こういうものによってもですね変わってくる、という問題があったりということだと思います。よって、常識の、範囲内で、明らかなものは当然明らか、この、グレーなものについてはですね、しっかりと、我々が議論をして、これはおかしいんだろうということであれば下げていただくという運用になると思います。おっしゃるとおり難しいところがあると思います。